2021年1月22日、大統領執務室から電話するジョー・バイデン大統領1981年の大統領執務室大統領執務室は、アメリカ合衆国大統領の公的な執務室である。ワシントン DC のホワイトハウスのウエストウィングにあり、アメリカ合衆国大統領妙政府の一部である。大円形の部屋には、大統領の机の後ろに、南向きの大きな窓が3つあり、 北端には暖炉がある。さらに四つのドアがある。東のドアはローズガーデンに通じている。西のドアはプライベートな書斎とダイニングルームに通じている。北西のドアはウェストウィングのメインコリドーに通じている。そして北東のドアは大統領の秘書のオフィスに通じている。通常、大統領は自分の好みに合わせてオフィスを飾り。 新しい家具やカーテンを選び、床の大部分を覆うような独自の楕円形のカーペットをデザインする。芸術品はホワイトハウス自身のコレクションから選ぶか、大統領の人気の間、美術館から借りる。セオドアル・ーズベルト大統領は1902年にウェストウィングを建設したが、そのウィングにあった彼のオフィスは楕円型ではなかった。タフト・オーバルオフィスは、 ウェストウィングの1909年の拡張の一環として建設され、ウェストウィング南側のファサードの中心に存在した。これは、イエローオーバルルームをはじめとするホワイトハウス内の大円形のオーバルルームに似ていた。ウィリアム・タフト大統領からフランクリーン・ルーズベルト大統領の間使用されたが、1929年に大火事に見舞われ、1933年に、 取り壊された。フランクリン・ルーズベルト大統領は、1934年に、ウェストウィングの東側ファサードの拡張を含むウィングの再建工事の中で、ローズガーデンの隣の角に、近代的な大統領執務室を建設した。大統領執務室は、父親の机のフロントパネルを覗き込む、若いジョン・カイ・ケネディ・ジュニア、月を歩くアッポロ11号の宇宙飛行士と電話で、 話すリチャード・ニクソン大統領、シャムネコ、ミスティ、マラーキー・インアンを持ち込み、彼女の父、ジミー・カーターの時代を明るくしたエイミー・カーターなどの印象的なイメージを通じて、アメリカ人の意識の中で大統領職そのものと結びつけられている。大統領はしばしば大統領執務室から国民に向けて演説を行う。例としては、 キューバ危機のニュースを発表するジョン・カイ・ケネディの演説、辞任を表明するニクソンの演説、チャレンジャー号爆発事故後のロナルド・レーガンの演説、アメリカ同時多発テロ事件後のジョージ・ W ・ブッシュの演説などである。2018年には元ホワイトハウスの即記者、ベック・同霊ーー・スタインが、オバマ時代の大統領執務室で働いた日々についての回想録フロム・ザ・コーナー・オブ・ザ・オーバル・オフィスを 出版した。ペンシルベニア州フィラデルフィアの大統領官邸。ジョージ・ワシントンのボーウィンドウは大統領執務室の形でエコーされている。ジョージ・ワシントンはホワイトハウスを占領したことはありません。彼は大統領職のほとんどをペンシルベニア州フィラデルフィアで過ごした。ペンシルベニア州はワシントン DC が建設中であった間、 1790年から1800年までの10年間一時的な首都として機能していた。1790年、ワシントンはフィラデルフィアの大統領官邸の裏側に2階建ての半円形の大規模な増築を行い、一般の人々が大統領と会う儀式用のスペースを作った。この棒ウィンドウの3つのウィンドウの前に立って、彼は火曜日の午後の聴衆、議会や 外国の交換からの代表者、そして元日7月4日、そして彼の誕生日のオープンハウスで一般の人々を正式に迎えた。ワシントンは彼の後ろの応接室の窓の間に立って彼の客を迎えた。会社は前の部屋に入り、開いたドアを通り抜け、社長に挨拶をし、電源を切り、片側に立った。 ジョン・アダムズ大統領は1797年3月からフィラデルフィアの邸宅を占領し、前任者と同じようにボーウィンドウを使用した。ワシントンのボーウィンドウの湾曲した土台は2007年の大統領官邸跡地の発掘調査中に発見された。自由の金センターのすぐ北にある大統領官邸記念館でガラスの下に展示されている。 グロバー・クリーブランド大統領の図書館と研究としてのイエロー・オーバルルーム1886年。彼が IID= マワバ・レゾリュート・アイデスクを使用していることに注意。建築家のジェームズ・ホーバンは1792年6月にフィラデルフィアのワシントン大統領を訪問し、ボーウィンドウを見た。翌月、彼はホワイトハウスのデザインコンペの優勝者に選ばれた。 ホワイトハウスの中心にある楕円サロンは、法番の当初の計画の際だった特徴だった。楕円形の内部空間は、新古典主義によって適用されたバロックの概念だった。楕円形の部屋は、18世紀の新古典主義建築で一般的になった。1800年11月、ジョン・アダムズはホワイトハウスを占領した最初の大統領になった。 彼と彼の後継者であるトーマス・ジェファーソン大統領は、ワシントンがゲストを迎えるために、南端の三つの窓の前に立っていた弓窓を使用したのと同じ意識的な方法で、法板の楕円形の部屋を使用した。19世紀には、多くの大統領が、ホワイトハウスの2階にあるイエローオーバルルームを個人のオフィス、または図書館として使用していた。ウェストウングは、 セオドアル・ウズベルト大統領のアイデアであり、ホワイトハウスの2階は、寝室とオフィスの間で共有され、単なる国内のスペースであるべきだという妻の意見によってもたらされた。1902年に完成した平屋建てのエグゼクティブオフィスビルは、その場所、または他の場所に、高級的な建物が建てられるまで使用するための一時的な構造である、ことが意図されていた。 ホワイトハウスの西にそれを建てることでジェームズ・ブキャナン大統領によって建設された南北戦争前の広大で老朽化した温室のセットを取り除くことができた。ルイズベルトは1902年に行政機関の事務所を新しく建設された旨に移転した。彼のワークスペースは建物の東3分の1を占めるエグゼクティブオフィスとキャビネットルームの2部屋のスイートだった。 社長の机を含むその家具は建築家チャールズ・フォレン・マッキムによって設計され、ボストンのアー・タ・ベンポート・カンパニーによって実行された。タフト大統領執務室、1909年に完成。現代のオフィスとほぼ同じ大きさで、1929年に火事で損傷し、1933年に取り壊された。 ウィリアム・ハワード・タフト大統領は、ウェストウィングを高級的な建物にし、南に拡張し、サイズを2倍にし、最初の大統領執務室を建設した。ネイサン・シー・ワイスによって設計され、1909年に完成したオフィスは、ホワイトハウスの楕円形の部屋と同じように、建物の南側のファサードを中心としていた。タフトは、 それが彼の政権のハブであることを意図した。そして、それを、ウェストウィングの中心に置くことによって、彼は、彼の大統領職の日々の運営により深く、関与することができた。タフト大統領執務室は、単純なジョージアン様式のリバイバルトリムを備えており、おそらく歴史上最もカラフルだった。壁は、鮮やかな階層の緑の木やザブで覆われていた。 1929年12月24日、ハーバート・フーバー大統領の政権時代、火災により、ウェストウィングが深刻な被害を受けた。フーバーはこれをより多くのスペースを作成する機械として使用し、追加のオフィスのために、地下室の一部を掘削した。彼は、大統領執務室を修復し、トリムの品質を向上させ、エアコンを設置した。彼はまた、 20年間大きな変化がなかった家具を交換した。ウェストウィングの大統領執務室の場所。1934年に新しく建てられた大統領執務室。フランクリン D ・ルーズベルト大統領は、ウェストウィングのサイズとレイアウトに不満を持っていたため、1933年にニューヨークの建築家エリック・ググラーに再設計を依頼した。 建物の見かけのサイズを大きくすることなく、追加のスペースを作成するために、ガグラーは地下室全体を発掘し、隣接する芝生の下に一連の地下オフィスを追加し、目立たないペントハウスストーリーを構築した。既存の建物から最も多くのオフィススペースを絞り出すという指令は、その狭い廊下と窮屈なスタッフオフィスに責任があった。ガグラーの最も目に見える追加は、 新しいキャビネットルームと大統領執務室のために建物を東に拡張した。近代的な大統領執務室はウェストウィングの南東の角に建てられ、身体障害者で車椅子を使用していたルーズベルトにプライバシーを提供し、レジデンスへのアクセスを容易にした。彼とガグラーは前の二つの部屋よりも建築的に壮大な部屋を考案した。ドアにはかなりのペディメントがあり、 本棚はニッチにセットされ、深いブラケットのコーニス、大統領の紋章の天井のメダリオンがある。部屋はシャンデリアや天井の備品ではなく、コーニス内に隠された電球で照らされており、天井を光で洗い流し、小さな方法で窓に隣接する壁取り付け用食材と天井のメダリオンの和紙の表現にアートモダンのヒントを見ることができる。ルーズベルトとガグラーは、 しばしば朝食を取りながら緊密に協力し、ガグラーは大統領の考えをスケッチした。部屋の家具のレイアウトに固定されたこれらのスケッチから生じる一つの概念は、暖炉の前にある二つの高い背もたれの椅子の概念。国民はこれを最も頻繁に見る。大統領が左側に座り、訪問国の元首が右側に座っている。これにより、ルーズベルトは、 同じレベルのゲストと一緒に着席することができ、立つことができないことを強調しなくなった。近代的な大統領執務室の建設は1934年に完了した。1934年に設置された漆喰の天井のメダリオンには、米国大統領の紋章の要素が含まれている。基本的な大統領執務室の備品は、南端の三つの窓の前にある机。 北端の暖炉の前にある一組の椅子、一組のソファ、および各種のテーブルと椅子。新古典主義のマントルピースは、1909年に大統領執務室のために作られ、1929年のウェストウィングの火災後に改修された。鉢植えのスウェーデンツタをマンテルの上に飾る伝統は、ジョンカイ・ケネリの政権にまで遡り、現在の植物は、 元の植物に根差している。ジョンとトーマス・シーモアによって、ボストンで作られた連邦のロングケースクロック C。1795,805一般に、大統領執務室のソフ時計として知られているは、1972年にホワイトハウス歴史協会によって購入され、1975年以来、大統領執務室の北東のドアの隣に立っている。 大統領執務室のカーペットには大統領の紋章がついている。ハリー、S ・エスト・ルーマン大統領の楕円形のカーペットは大統領の紋章を最初に組み込んだもの。トルーマンの絨毯ではカットパイルの深さを変えることでシールが単色で表現されていました。彼のカーペットはドワイト・ディ・アイゼンハー政権とケネディ政権で使用された。それ以来、 ほとんどの行政機関は、インテリアデザイナーや、ホワイトハウスのキュレーターと協力して、独自のラグを作成してきた。ホワイトハウスの全体的な修復の一環として、ジャクリーン・ケネディは1963年11月21日、ジョン・カイ・ケネディ大統領とテキサスへの旅行に同行した時に、大統領執務室の改装を開始した。次の日、11月22日、 ケネディ家がダラスを通り抜けようとしていた時に、新しいカーペットが設置され、大統領が暗殺された。デスク1963年に、IID コール MWW レゾリュート、I デスクの下にいるキャロライン・ケネディとケリー・ケネディ、大統領執務室では、6つの机が、米国大統領によって使用されている。セオドアルーズベルトのデスクは、 ルーズベルトが、ウェストウィングの南東の角にある彼のオフィスで、使用していた。その後、大統領執務室で7人の大統領、最近ではアイゼンハーによって使用された。また、英国のフリーゲート艦 HMS、IID コールマウォーケムレゾリュートの、I 木材から作られたことから、このように名付けられた、IID コールマウォーケイレゾリュート、I デスクも人気がある。船は、 北極の氷で凍っていて放棄されていたが、後にアメリカの船員によって発見され解放された。1856年に改装され、米国からビクトリア女王への贈り物として贈られた。船が1879年にイギリス海軍から廃止された時、ビクトリア女王はその木材で作られたツインデスクを注文し、1880年に ラザフォードビー・ヘイズ大統領への贈り物として一方を保持し、もう一方を提示した。フランクリン D ・ルーズベルト大統領は大統領の紋章をつけたニーホールパネルを注文したが、1945年に在任中の死後まで作業は完了しなかった。ファーストレディのジャクリーン・ケネディは机を修復し、大統領執務室に最初に置いた。1963年に、 ケネリィ大統領が暗殺された後、机はケネリィ大統領図書館の巡回展の一環として国を巡回し、スミソニアン協会に対応されました。ジミー・カーター大統領は1970年代に大統領執務室に机を戻した。それ以来、ロナルド・レーマン大統領、ビル・クリントン大統領、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領、バラク・オバマ大統領、 ドナルド・トランプ大統領も楕円形のオフィスデスクとして使用している。大統領執務室で使用されていないとき、机はしばしば隣接する大統領執務室の研究室、ホワイトハウスに置かれるか、副大統領によって使用される。アートワークバラク・オバマ大統領執務室のアートワークアートは、ホワイトハウスコレクションから選択することも、美術館や個人から、 管理期間中借りることもできる。ほとんどの大統領は部屋の北端にあるマントルピースの上にジョージ・ワシントンの肖像画をかけている。トマス・サリーによるアンドリュー・ジャクソンの肖像画は、リンドン・ B ・ジョンソンのオフィス、ロナルド・レーガン、ジョージ・ H ・ W ・ブッシュ、ビル・クリントンのオフィスに飾られていた。ジョージ・ヘンリー・ストーリーによるエイブラハム・リン・カーンの肖像画は、 ジョージ・ W ・ブッシュのオフィスにかけられ、バラク・オバマのオフィスに続いた。マイナーアーティストによる三つの警官、都市警官、ジョージ・クックによる海軍ヤードを越えたワシントン市、ビクター・デ・グレイリーによるイーストポートとパソマコ・ディワン、ウィリアム・ヘンリー・バートレットの後のコピーである、大統領の家は複数の政権の壁を飾った。 チャイルド・ハッサムによる雨の中のアベニューとノーマン・ロックウェルによる自由の女神の作業は、ビルク・リントンのオフィスのレゾリュートデスクに隣接し、バラク・オバマのオフィスでも同じことをした。大統領執務室には、彫像、胸像、頭、置物が頻繁に展示されている。エーブラハム・リン・カーンは、彫刻家、オーガストス・スセント・ゴーデンス、カット・スンボルグラム、 アドルフ・アレクサンダー・ウェインマン、レオ・チャーンなどの作品で最も一般的な主題となっている。時が経つにつれて、ジョージ・ワシントン、トーマス・ジェファーソン、ベンジャミン・フランクリンの伝統的な共造が、フランクリン・ D ・ルーズベルト、ハリー・エストルーマン、ドワイト・アイゼンハワーの主張にとって変わられた。フレデリック・レミントンによる西洋のブロンズが頻繁に選ばれてきた。リンドン・ジョンソンは、 ブロンコバスターを展示し、ジェラルド・フォード、ジミー・カーアッター、ロナルド・レーガン、ビル・クリントン、ジョージ・ W ・ブッシュ、バラック・オバマも展示した。レーガン大統領とブッシュ大統領は、そのコンパニオン作品であるガラガラヘビを追加した。ハリー・エストルーマンは、レミントンの油絵ファイアドンを展示した。ハリー・エストルーマン大統領は、故郷のミズーリ州に関連する作品、服用機のイラスト、 Z ット機のモデルを展示した。彼は副大統領を務め、1945年に在任中に亡くなったフランクリン D ・ルーズベルトのホワイトハウスの肖像画の大きな写真をかけた。ドワイト・アイゼンハワー大統領はオフィスの壁を風景画とロバート・ E ・リーの絵で埋め尽くした。ジョン・カイ・ケネディ大統領は、1812年の米英戦争の海戦の絵、小船の写真、 船の模型で身を包んだ。リンドン・ジョンソン大統領は、マンテルの両側に食材を設置し、エリザベス・シューマドフによる、女性アーティスト、フランクリン・ディ・ルーズベルトによるオフィスの最初の絵画を、追加した。ニクソン大統領は、三つの異なるジョージ・ワシントンは、マントルピースの上に、肖像画、とのコピーをかけて、地球の出の中に、月の軌道から撮影した地球の写真アポロ8彼の、 机の横に引くミッション。ジェラルド・フォード大統領は、常凡で、保守的な作品、ジミー・カーターとロナルド・レーガンの政権を通じてほとんど残っていた絵画を展示した。ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領は、ルミニストの風景を追加した。ビル・クリントン大統領は、上記のチャイルド・ハッサムとノーマン・ロックウェルの絵画を、ウィリアム・ T ・カールトンのジオマツとともに、 奴隷解放宣言の発行を見越して集まったアフリカ系アメリカ人を描いた風俗画を選んだ。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領は伝統的な作品とテキサスの芸術家による絵画や西洋の彫刻を混ぜ合わせた。2001年9月11日の同時多発テロの後、英国のトニー・ブレア首相は第二次世界大戦を通じて英国を導いたウィンストン・チャーチルの胸像を彼に 化したバラク・オバマ大統領は、ストーリーの肖像が、オーガストス・セント・ゴーデンスの胸像、奴隷解放宣言の写しで、エイブラハム・リンカーグを称えました。宣言のもとには、チャールズ・オールストンによるマーティン・ルー・サー・キング・ジュニアの胸像があり、近くの本棚には1963年8月28日ワーシントン大行進の番組があり、キングは、私は、 夢のスピーチをしていると述べた。20世紀後半には新政権が大統領の好みに合わせて事務所を改装するという伝統が生まれた。新政権は通常、楕円形のカーペット、新しいカーテン、壁の絵、そしていくつかの家具を選択した。時期大統領のほとんどは新しい大統領が設置されるまで前任者の敷物を使い続けた。 引退したカーペットは、それが作られた大統領の大統領図書館に移されることがよくある。大統領執務室の改装は通常、インテリアデザイナーとホワイトハウスのキュレーターと協力して、イーストウィングのファーストレディのオフィスによって調整される。大統領執務室のフロアは数回交換されたが、最近では、ジョージ・ W ブッシュ政権の間に交換された。 エリック・ガーグラーによるオリジナル1933設計に基づいた2005のインストールは対照的なの十字パターン特徴四半期の製材のオークとくるみ。フランクリンデラのルーズベルト大統領の政権時代の1934年の現在の大統領執務室の建設以来、部屋は建築的にほとんど変わっていない。ルーズベルトはどの大統領よりも部屋と その使用法に印象を残した。ドアと窓枠が少し変更されました。エアコン設置後、東壁の網戸を撤去。リンドン B ・ジョンソン大統領の南東の壁にある通信社のテレタイプ機の列は配線に対応するために石膏というを切断する必要があった。ジョージアン様式の漆喰の装飾は蓄積した塗料を取り除くために掃除され、 一連の電化された壁取り付け用食材が行き来した。一部の大統領は大統領執務室のすぐ西にある小規模な研究で日常業務を行うことを選択したが、ほとんどの大統領は執務と会議に実際の大統領執務室を使用している。時間の経過とともに多数のスタッフ、訪問者及びペットからのトラフィックが犠牲になった。 大統領執務室には4セットの床があった。元の床は、針葉樹の上に設置されたコルクでできていたが、アイゼンハワー大統領は熱心なゴルファーであり、ゴルフスパイクで床を傷つけた。ジョンソンは1960年代半ばに床を、木目調のリノリウムに交換した。1982年、ロナルド・レーガン大統領は、 設置されたことのないエリック・ググラーの1933年のスケッチに似たデザインのクロス寄せザ細クのパターンで床をクォーターソードオークとウォールナットに交換した。2005年8月、レーガンの床と全く同じパターンでジョージ・ W ・ブッシュ大統領の下で床が再び交換された。1980年代後半。 大統領室務室を含む家全体の包括的な評価が国立公園局の歴史的アメリカ建築物調査の一環として行われた。詳細な写真と測定された図面は内部と外部を文書化し、わずかな欠陥さえも示して作成された。将来の保存修復のために材料と方法のチェックリストが作成された。長軸と短軸の比率は約21時17分。 または1.24ありがとうございます。